やってりゃね。で、こう、歴史があってこうでって、最初に、まあ、5分ぐらい撮って。で、緑が緑で今、こうやってやってて、過去にこうで。ね。会場に来てる人たちに、ある程度、その、ストーリーをさ、MC がね、言ってからマイク渡すっていうのが、うん、普通なんだけどな。俺の前もう入ってきたらもう、佐野さんどうぞだから。誰だよこいつってなる人もいるわけじゃん。で、俺自己紹介自分ですんのかよ。お前 MC だろうがよ。なっちゃうだろう。じゃねえの。普通に考えたら。お前の回だろ、これ。ゲストで呼んでんだろ？ゲストで。いや、まあ、ギャランティーはないけど。意味不明だよ。あんたたち行くわよ。いいわね。エレ。そう思わねえ？え、俺、ここでいきなり入ってきて、俺センター座って、マイク渡されて、俺自分で自分の自己紹介するの？みたいな。あ、どうも。あの、うなちゃまです。って入るの？いやー、これ結構きついよね。しょうがねえから自分で、あ、もともとはな、ニコニコ配信やってたりとか、あの、ずっとやってたんですけど、で、あの、みどりさんとか、あの、石川さんとかと、あの、いろいろ配信上で絡んでて、あの、今日は呼んでもらいました。ありがとうございます。もうやるしかねえじゃん。俺が。すみません。あの、俺のこと知らない人、すみません。まあ、そうなったわけよ。いや、まあ、そこはま、いや、そうしないとね。てんちゃんおはよう。だから、ねえ。まあ、そうなるだろうなとは思ったけど、いや、俺が MC かよ、みたいな。なんか緑痩せたんじゃねえ。何？最近政治行っちゃってんのとか、俺がさ、マイク持ってセンター座って、緑いじったり、のりちゃんもさ、ぐいぐい言ってんじゃん。とか、なんで俺が回しやるんだよ。こっちだろ、MC がやるのは。
そうだろ。あん時のイベント、俺のイベントじゃないんだよ。もうやるしかねえじゃん。意味わかんない。だから俺は台本はいらないよって。だって俺ギャラもねえし時間だけ教えててね。だっておめえ俺7時半出るのに4時に会場入れって言われたんだよ。で、4時過ぎにすぐ LINE 来て、今どこですか？だから。悪いんだけどって。俺、打ち合わせいらねえから。あんたのイベントなんか、打ち合わせなんか一つもいらねえから。サルさん、二次会、飲み代は無料ですから。うん、わかった。ごちそうさん。じゃあ俺もさっき帰るわ。じゃあね。お疲れ。もう帰るわ。もう緑も、のりちゃんも帰っちゃったから。お疲れ。だって香川と話したくねえもん。そのために行ったわけじゃないから。帰るわ。久々に石川と緑に会えたらいいなと思っただけだからね。だからギャラがなくても行くんだよ。うん。緑が30万の、のりちゃんも30万ぐらいもらってたみたい。あと、浅野も30ぐらいか。うん。緑はそれ以外に別にホテルも取ってもらってたし、浅野もホテルも取ってもらってた。のりちゃんは、かこいが車で迎えに来てたから。次の日、パチ屋での営業があったから。なんで、帰るのって言ったの。朝の光、ガリガリ女。うん。で、俺は、チャリンコ乗って帰った。家まで5分だから。うん。もっとアイドル？嘘だろ。やめてよ。ただの腐れ漫画家だろ。あ、まずいたから。まずいたよ、こうやって見たら。
なまでが出してる。1回でそんなギャラ出るってすごいですね。あと会場費も払ってんじゃねえの。多分ね。だからほっときゃいいんだよ。私は知りませんよ。どんな付き合いがあるのか。それで、今日も野田がね、野田の税務申告のこととかさ、ああじゃねえ、こうじゃねえさ、科学も言ってるんだけど、あんたに関係ないんだよ。ね。こすいことやりやがってよ。って思う。配信者としてはね。結構いい額もらってるね。そんぐらいもらうでしょ。逆にそんぐらいもらわなきゃ、香川となんかコラボしねえよ。彼らは。彼の見栄のためのイベントだから。緑が来て、浅野が来て、石川が来て、ノーギャラの俺が来て。嘘だろ？自分のイベントなんだから。手っ取り早く呼べるやつ、混ぜと組んで呼んで、佐野も呼んじゃおうぜ、あれ近いから来るよって、緑も石川もいるから、つって、俺引っ張り出したんだから。いいよ、俺別に。今まで目の前にいたよ、あのじじい。ああ。そこまで分かっててよ。いいよ、別に協力してやれ。うん。マジさんがいたからでしょ。いや、関係ない。俺は。いるのは現場行ってっから分かったから。
あ、お医者いんのって言っただけだから。うん。いるよねって言っただけだから。あ、そういうことね。もうそれで分かったから。こっちもこっちも、この三人は、これだよね。佐野さん、二次会の2500円の飲み代は無料でいいんで。はい。そう、加賀君、ありがとね、ごちそうさんって俺帰ったから。30分ぐらいで。ごちそうさんつって。こんなとこ痛くねえや。30分で帰ったから、1時間ぐらいいたから、1時間はいないな。さっさと帰ったよ。あれがよく知ってるよ。いろいろ、いろ、なんだっけ。女。七色か。ちょうど七色が俺の横にいたから、俺が何分ぐらい二次会で飲んでたのかは、あいつがよく知ってるよ。聞いてみりゃいいじゃん。うなちゃんすぐ帰っちゃったよ。言うと思うよ。じゃあなーっつって。え、うなちゃん帰るのって言うから。あ、もういいよ。俺帰るよ。まあそういうことです。浅野も来た。浅野は2時間には来なかったよ。もう、マゼさんが取ったホテルに帰ってるよね。水平線の月神さん普通だったよ。感じても消えた日は。いいね。ふれあう飲めて本当に包んで東京からわざわざ来るって。だからホテル取って単発で30ぐらいじゃない？そして佐野はゼロ。あ、佐野2500円、2次会の飲み代ただ。最高だろ。メインで俺があんだけマイクパフォーやったのに。くぅ。
いや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 。エンターテイナーの佐野が、そんなもんすよ。だからもう、付き合いはしません。違う、俺払ったわけじゃないよ。もらったわけでもないよ。ただで、っていうか、ビール、一杯か二杯飲んだぐらいかな。うん。二次会の会場で。つまんねえって思って帰ったらね。うん。もういいや、俺帰ろう。うん。まずは、浦さんには応援はするけど、もう金は出さないって言ってました。いや、別にずっと応援してないですよ。ああ。まあいいんですけどね、俺はなんとかかんとかやりますね。ギリギリで生きているんで。だからみんな配信者の裏側をこうやって見るとさ、ね、わかるでしょ？バッバックさんの花火決まった。あざーす。YouTube ミュージックアプリをダウンロードして、ミュージックプレミアムの無料トライアルごとと各種制限があります。こびて仲良くする相手って今、配信会にいる？まあ、配信者は結構、仲良くしてるのいっぱいいるけど、俺はいないからね。いないと思うよ。あのおじさんは付き合いが悪いからとか、うん、だからもちろんもちろん付き合いが悪いんだよ、俺は。悪いに決まってんじゃん。自分の思ったことしかやらないんだから。それがお金稼ぎにつながるかどうかを考えてないから。まあ、でもみんな、いろんな配信者がいるよ。今日は4時前には終わろうか。
れ遅れてきちゃったよ。そうか、ヨシユキもインシュリン打ってんだ。若いのにな。嫌だね。買い物かご行かれたんですか？何が？どうした、タバさん。ああ、まだコンビ行ってないよ。うん。後で行ってくるよ。うん。今日は133だな。うん。だけど、帰ってきてから、俺別に放送やんないよ。もう4時だろ。あ、134か。寺さんありがとうが、決まった。あらふ。うん。放送終わってからコンビニに買い物行ってくるわ。うん。まだ雨降ってんのかな、これ。降ってんねえ。いいや、傘ささないで行ってくれ。テク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 って。いやー、明日もわかんねえよ、畑。むしろ明日の方がねえかもしんねえで。午後晴れねえと。だって、ぐちゃぐちゃになるべ。砂入れても、ダメだろ。矢野監督が開花するのはいつですか？いや、梅野はもうガチで先発だよ。もう。ダメでしょ。梅野は先発だよ。
や、あと大山をどこの打順に入れるかだよね。ああ。ポジションも。まあ、ポジションはサードは大山でいいんだけど、そうすると外国人一人余るんだよな。ナイス、ありがとう。外人が、大山の方が守備うまいからね。守備も。で、打撃も、いいんじゃないの？梅ちゃんはもう先発ですよ。うん。もちろん。いや、俺ね、大山ね、マネーね、右左関係ないと思うよ。相手投手の右とか左に、そこまでね、打率にブレはないから、過去のデータで見ても。そこそこ打つんだよ。逆方向も打てるから。それよりよ、やっと近本が逆方向を打てるようになってきたのが良かったな。高山はポップフライマンだからもうダメよ。ヘッドが下から出るからもうポップマンだからもうダメなんだよ。あれ直さねえとダメだな。うん。内野フライマンだから。サードフライとか、もう得意中の得意じゃん。ボア？少しな。ああ。ねえな、こんばんは。俺もう終わるよ、今日は。言ってんだろうけどね。治んねえのかな。わかんないけど。言ってるよ、それ。バッティングコーチはね、でもね、あんまり言わないと思うよ。だって練習の時は、いい当たりは飛ばすんだから。実戦と違って、だから真剣勝負でになるとダメなんだよな。
藤川球児、大丈夫。あれはもう、我慢して使えばいい。うん。たった一回だけだから。やっぱりまっすぐは、藤川球児は、今年一年で引退するぐらいの、やれがいいんだよ。うん。あのストレートはやっぱりすごいんだから。まあ、やられる時もあるんだよ。ああ。正直。だけど、勝率の問題だから、うん。バシッとやるときはやるんだわ。セ・リーグの各バッターが藤川のストレートに合ってねえんだから。無理だよ、まだ。たまたまだよ。ヤクルト？外人とんの？いや、今年で終わりぐらいでやって、行きゃいいんだよ。と思うよ。うん。と俺は思うけどね。だって肩ぶっ壊れてもいいぐらいで行きゃいいんだから。ねえ。じゃあ俺も今年一年でぶっ壊れてもいいから、今年一年で終了ぐらいの勢いで行かねえとダメかな。でも来年はないんだよ、そうなると。うん。うなちゃん、うなおじさんは来年はいなくなりますからね。それでいいのかどうかな。いや、やっぱよ、これ1時間も続けるといいわ、これ。これ。ああ。よく女子がこうやってやってんじゃん。あれを、こう、電動でやってんだよ。すんごいもん、顔が。揺れて。
あの、2本棒が出てるやつあんだろ？あんなんじゃねえから、これ。やばいわ、これ。なあ。ゲルマニウムなんとかのやつで。すっきりすんだよ、これ。ほら。すっきりしてんだろ。たかだか今5分ぐらいやっただけで。あ、5分もかかってねえな。顔変わってんね、少し。なんだよ。返事ねえじゃん。じゃあ放送終わるわ。もう、つまんねえ。反応がねえんだもん。はあ、つまんねえ。こんな400人も聞いててよ。何やってんの？寝腐ってんの？本当に。何やってんの？まあ、とりあえず、そういうことで。ありがとうございます。テカリーノサムです。はいよ。またね。ありがとうございました。失礼します。